アマテラスオホミカミと口に出すことで、あなたの次元上昇に向けた力が強まります。ようこそ、みそぎの龍神舞、ユニアの実りで元気で健康に過ごしています。予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。日本の最高神の真実についてお話しします。あなたはアマテラスオホミカミ、この神様についてどれだけご存知でしょうか。6月というのはアマテラス大御神と非常に関係の深い月になります。そしてこの6月に流れているエネルギーというのは、あなたが理想に向けて行動すればするほど、そこに後押しがされる流れがあります。そのような理想に向かって大事な月である6月にアマテラス大御神様について詳しく知るということは、神様からのお力でサポートしていただけるということにつながったり、あなたのエネルギーを高めたりすることができます。今日は世間一般でアマテラス大御神についてまずあまり聞かない話をします。そして動画の後半では、アマテラス大御神様の力、エネルギーを下ろす特別な音楽を流しますので、ぜひ最後までご覧ください。アマテラス大御神様というこのご神名、そしてそのお働き、そこに込められた深い意味について知ることによって、あなたは覚醒し次元上昇に進んでいくことができます。あなたがアマテラス大御神様のことをあまり知らずに、単に太陽の神様とか一番偉い神様とか伊勢の神宮の神様とか、その程度の認識でいると、本当の意味でアマテラス大御神様の力を取り入れることができません。でも世間一般、多くの人、ほとんどの人がアマテラス大御神様について深くは知らないという方が多いと思います。でもこのご神明の力とそのお働きのエネルギーに触れることで、あなたの人生は大きく変わるんです。今日の動画を最後まで見ることで、あなたはアマテラス大御神様というご存在がどのような力とエネルギーを持っておられるかを知ります。そしてそのエネルギーとつながり、その自然界の働きを自分の中に取り入れ、あなたが目の前の世界を自分で変えていくことができるようになります。そしてこの動画でお伝えするアマテラス大御神のエネルギーを下ろす音楽を聴き、同時にある映像を見ることで、あなたは覚醒し未来を変えることができます。そんなあなたの未来にとって大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。6月とアマテラス大御神について、宇宙には13元律という法則が流れています。この法則は一二三四いつむゆななや九のたりももちよろずという13の数玉で、すべて進化発展の流れであり、すべてが生まれ進化発展し、最終極まり収束し、また生まれまた進化発展するという巡りを巡っています。それを表すのが13元律。その13元律で6無欲の数玉。この無欲の数玉は理想への行動、理想の実現、太陽、燃える、人間関係の結びというような意味を持ちます。無欲の数玉はそういうエネルギーを持っていると理解してください。そしてアマテラス大御神様は無欲の数玉と強くつながっておられて、まさにアマテラス大御神様のお力が無欲の数玉の力なんです。アマテラス大御神は太陽神、太陽の神様であり、この太陽というものが全ての生命を生かす根源のエネルギーです。そしてそのエネルギーは陽のエネルギー、陰と陽で言うと陽のエネルギーを持っています。つまりエネルギーを出す、放出する、解放する、行動する、燃焼するというようなエネルギー状態が無欲の数玉です。ですから理想への前進というのはアマテラス大御神様の力によってサポートされ加速するんです。アマテラス大御神とは、アマテラス大御神はイザナギが亡くなったイザナミに会いに黄泉の国に行き、そこでおぞましい姿を見たイザナギが逃げて地上に帰り、そしてその汚れた自分の体をみそいだ、川に入ってみそいだ時に、右目を洗った時に生まれた神様、イザナギイザナミの子供の中で最も優れている御柱の神様、三騎士と言われているアマテラス大御神、ツクヨミ、そしてスサノオの御柱の
お一柱です。このアマテラス大神様は、雨の御中主様の最も麗しい権限体、雨の御中主と同一神、そんな神様です。もともと男神であったという解釈もありますが、それが女神様とされていますが、基本的には太陽を擬人化した神様ですので、特に性別は関係ありません。そしてどんな神様かというと、いろいろなストーリー、逸話がありますが、特に有名なのが天の岩戸伝説。弟神であるスサノオの傍若無人ぶりに腹を立てたアマテラス大神は天の岩戸に隠れてしまいました。そのことにより世界は真っ暗となり、悪いことが次々と起こりました。困った神々は、なんとかアマテラスを天の岩戸から出したいということで作戦会議をします。いろいろ試しますが失敗して、最後に雨のうずめという芸能の神様が肌をあらわにして踊って、それを見た神々が大笑いしました。自分は天の岩戸に隠れているのに何をさばいているんだろうということで、ちょっと開けて外の様子を見ます。その時にあなた様よりも素晴らしい神様がいらっしゃったので皆さんで喜んでいるところですというふうに言われて、アマテラス大神はどんな神様かを見よう、そしてアマテラス大神を鏡で映しました。アマテラス大神は鏡に映った自分を新たな神様だと思い、もうちょっと見ようということで、岩戸をもう少し開けた時に、タジカラオという岩戸を開け、太陽が世界に戻りました。このアマテラス様が岩戸からちょっと覗いた時に光が外を照らし、そこにいる神々の顔が白くなりました。顔、面が白いということで、面白いという語源になりましたし、神様を喜ばせるおかぐら、これもこの時がスタートになっています。もう一つ大事なストーリーがあります。アマテラス大神とスサノオの受け日です。これはアマテラス大神がスサノオが高天原を乗っ取ろうとしていると思い、疑いをかけたことに対してスサノオが自分の身の潔白を示すために賭けをします。それを受け日と言います。そのアマテラスとスサノオの受け入れによって生まれたのが地球の外側を司っている五男神、アマテラス様の五人の兄弟、五人の子供、五兄弟、五柱の男神、マサカツ、アカツ、カチハヤヒ、アメノオシオミミノミコト、次男がアメノホヒ、三男がアマツヒコネ、四男がイクツヒコネ、そして五男が熊のくすび、この五柱です。この五柱が地球の外側、外気圏までを司っている神様です。アマテラス、太陽の力を一番外側の外気圏、そこを司っているマサカツ、アカツ、カチハヤヒ、アメノオシオミミノミコトが、その力を変換し、光や熱として地上に降ろしています。この五男神が地球の環境を守っているんです。そして、その受け日の時に生まれたのが、三女神、宗形三女神、胸の内に宿る大事な思い、そんな神様です。今、この三女神が地球を治めておられます。その地球の海の部分、水圏を司っておられるのが滝津姫様。そして大地、そして地中のマントル、そのような地圏を司っておられるのが田切姫様。そして生命圏、生き物すべてを司っておられるのが一木島姫様。この三女神が地球を治めているんです。つまり地球全体を守っておられる神様が生まれたのがアマテラスとスサノオの受け日なんです。この五男神三女神が私たちや地球の次元上昇に関してものすごく大事な神様になります。ですから神様の中でも最も大事な神様なんですが、ほとんどの人がこのご存在を知りません。働きについても知っている人はほとんどいません。ただこのお働きについてお話しするととんでもない時間がかかってしまうので、 YouTube でお伝えすることはできません。この部分の深い話は僕が運営している神様とつながるジョーカラウンジというコミュニティの中でだけお伝えしています。今ラウンジは一般募集をしてないんですけれども、もしあなたがご興味ある場合、 LINE でお友達になっていただいておけば、ラウンジについての話を聞く機会があるかと思いますので、ぜひ友達になっておいてください。アマテラスコード、実はアマテラス大神様、この10文字アマテラスオホミカミ、この10文字に隠された意味があります。
それをアマテラス高度と言います。この高度は地球を次元上昇させるための秘密の暗号高度です。このアマテラス高度が形で表すとマカバ、正四角錐が上下に重なったような形です。この聖なる形マカバの力が地球や自分自身を次元上昇させる、そんな力があります。そのマカバに命を吹き込み、マカバの力を引き出すコード、それがアマテラス大御神、この10文字なんです。このコードは神様というお働き、自然界の働きにコードを隠して概念を作った、神明を作りました。つまりこの神明にはもともと神から降りた暗号なんです。この御神明は人間がつけました。しかし人間が選んでつけたと思っていますが、それは神様からのコードとして降りたものをアマテラス大御神としようというふうにさせられて決められたんです。ですからアマテラス大御神様、この御神明にも大きな力があるということを覚えておいてください。ですからこの御神明の持つ力を理解し、マカバの形をイメージしながらアマテラス大御神と口に出すことによって次元上昇の力が強まるんです。アマテラス大御神のエネルギーを下ろす音楽、無湯の数玉やアマテラス大御神のエネルギーを入れ込んだ音楽を作りました。この音楽を聴くだけであなたは覚醒し、次元上昇に向かいますし、理想に向かって行動していくパワーを得られる、そんな音楽になっています。この音楽は周波数としてミロク数、神様とつながるための3の倍数でできた周波数を複数入れ込んでいます。ですから聞くだけで気の領域、見えない領域につながることができ、また空という般若心経で伝えている見えない領域とつながるための数玉、30という数玉のテンポで出来上がっています。そして曲の長さは666秒、ミロク、そのようなミロクのパワーを入れた無湯の数玉を表す音楽を聴いてください。この音楽の聴き方は自由でいいですが、マカバの形態も映像の中に入れてますので、ぜひ見逃さないようにしてください。それではリラックスしながらでもいいし、この6月をどうしようかな、どんな月にしようかなということを考えるのでもいいし、今までの6月を振り返るのでもいいし、どんな使い方をされても大丈夫です。何度も聞いていただくと、それだけあなたにアマテラス大御神の力がおりますので、ぜひやってみてください。では音楽スタート。
Thank you.
かがでしたでしょうか？何か変化があるでしょうか？もし変化があった、こんなことを感じた、こんなだったという部分があれば、ぜひコメントで教えてください。では今日の話をまとめます。6月とアマテラス大神は大きくつながっています。双方ともに6、無有のカスタマというエネルギーが中心になっていて、陽のエネルギーが満ちているのが6、無有のカスタマです。陽のエネルギーは放出する、解放する、行動する、燃焼させるというエネルギーです。理想に向かって進もうとするときに、この無有のカスタマの力がサポートしてくれます。ですから無有のカスタマをイメージしながら、ご神明アマテラス大御神、この10文字を唱えることによって、あなたの行動のパワーは上がります。このアマテラス大御神とはということで、天の岩戸伝説とアマテラスとスサノオの受け火についてお話ししました。特にアマテラスとスサノオの受け火は、今地球を守っているご存在である五段神と三女神につながり、これが私たちや地球の次元上昇に大きく関係する神様になります。この五段神三女神の力につながるためにも、アマテラス大御神様の力を自分の中に入れようとすること、それが大きく未来を変えていくということでお伝えしました。アマテラス大御神、この10文字の中にアマテラスコードといって、地球や私たちが次元上昇する暗号コードが入っています。そしてその形を表すのがマカバ。このマカバの力を下ろし、今地球の大きな課題である次元上昇に向けて大事な力を下ろすためのカズタマが6であり、文字タマがアマテラスオホミカミ、この10文字なんです。ですからこの神明の深さを理解して、マカバの形をイメージしながら、アマテラスオホミカミと口に出すことで、あなたの次元上昇に向けた力が強まります。そういう意味でも、アマテラスオミカミのエネルギーを下ろす音楽をご紹介しました。6のカズタマやアマテラスオミカミのエネルギーが込められていますので、マカバの映像とともに何度か見ていただけたらなと思います。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今、予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、素敵なプレゼント5つ、それから LINE での配信で、天命、地名、画名というあなたが最も大事な決めなければいけないことについての情報なども配信しますし、また、自分の中に気の領域という見えない領域と、身の領域という物質世界と統合させ、君が代を自分の中に作る、その究極の瞑想法である丹田活瞑想について大事な情報なども配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。うちの母はうなぎが大好物です。本当に好きなので、よくうな丼は作ります。うな丼を作るときには、タレは基本自家製で作ります。これ結構簡単で美味しくできるんですけれども、ちょっとコツがいります。タレの作り方としては、浅い鍋にお酒を大さじ1とみりん大さじ1、そして砂糖大さじ1を入れ、まず煮切ります。この煮切りが大事ですね。アルコールを全部飛ばします。そして醤油第一をそこで入れて、あとは弱火でとろみが出るまで混ぜながら熱して完成です。作り方自体は簡単ですが、焦がしてしまったり、そうなると味が台無しになるので気をつけてください。出来上がったらほっとくと固まっちゃいますので、容器に移して冷まします。それで完成。これ焼き鳥のタレとしても使えるので、多めに作っても再利用はできるかなと思います。先日夜寝る前になんかお腹空いたので、ユニワの実りの玄米にタレだけかけて食べました。それはそれで美味しいんですけど、やっぱりうなぎが欲しかったなという感じです。ぜひタレ作りはやってみてください。ということで、ではまた。